疲れ様です。ロッカー紹介ぜひともってことなんで、上から見ていくか。何個持ってるんやね、そもそもっていうのはあるけど、まずダースベイダー、これは近くで見るとちょっとあれやね。これよくよく見ると遠目で見た方がかっこいいかもしれない。スナップは組み合わせいろいろパターンがあるんで、マリック、ここら辺はちょっとイメージが、オロチマル、これ買ったんやね。まだ使ってないけど、オロチマルはぜひ買った方がいいやろうと思ったんやけど、これで見るとオロチマルちょっと顔の輪郭が、まあこんなもんか。ガーラ。まあまあガーラやね。ガーラ、これはもう、もうナルト見てた人やったら誰しもがこのガーラの、左目の上、愛っていうね、これをね、ペンで同じように書いて学校に投稿してたんやなかろうかと思うけども、ストームフェアラー、おしょぼ、これに似てんな。サビーナ、ちょっと眉とこう、髪色が、あんば、これは逆にいいやろな。打ち合いたち。これはかっこよかったね。まあ、さすがに額に傷はつけへんけどね。こう、これはかっこいいから。もう愛が限界に、ペンで書く愛。ひ、うか、ひなた、これちょっとあれな。ナルトが世界っていうか、救った後やね。ちょっと太っ、こう、お母さん体験になってる。ただこの左のアイコン絵の方を見ると、左の、ちょっと痩せてスッとしてる。ドクターストレッチ。ローラー。ここら辺ちょっと分からへんね。毎日。あ、抜かすタイプまた、かっこいいね。スキン、両夫。グンナー。キアラ、オメガナイト、エリス、スパイダーマン、ブルーノマーズ、これはもう、グレネード、スイカムイスイコーから始まる。こう、前は、スター・チェドリンじゃなくて、ビーズか。ビーズの、イズイカムイズイコーを調べようと思ったら、イズイカムイズイコーから、グレネードっていう曲が出てきて、そこで俺は、まあ、ブルーノマーズってやったってわけないけど、まあ、実際やったわけじゃないんで。アーケインバイ、ホラーピル、ファウンデーション、ローニン、ガンボ、シャンタ、これ俺固定でいけるかなと思って。これハーローとかね、ここら辺ね。ヒーブなんか使っている人いるよね。結構見る。アブセンス。これワンチャンよ。アブセンスワンチャンね。面とこなんとかしたかった。クリスレッドフィール。これは、カーネージ。フランバン。女性かなぁ。中性では男性、骨格がしっかりしてね。輪郭が。これも使ってる人多いよね。クリザベ、魔女、ジル・バレンタイン、キューブ・クイーン、トーリー、JB ・チンパンスキン。これもなんか、見かけんなぁ。ナルト、イタチ、じゃ、サスケか。カワソリジン、キューバサシン、コル、シエラ、シャーロット、トゥーナフィッシュ、畑、カカスイ、ファビオスパークルメ、春の桜っていうことね。春、夏、秋冬のね。はい。失礼しました。ザ・マミ、これはクールよなぁ。これ使ってる人はまだ見たことないよね。実は。フリックシー、ハロウィンバージョン。ここら辺もワンチャン俺のこと好きになりそうやった。クラークケント、ブッカー。これ買ったけど、使うっていう。自分の顔でもないし。まあまあ、使う人もいるんかな。サニー、そう。自分の顔でもないし、なんか、キャラクターの顔でもないし。スローマンス、これはまあ、いいか。ヒューマンビー、これも誰かに似てないっていうのは、多分ね、画面の向こうで、多分一斉に、ななさんみたいな。まあまあ、その通り。失礼しました。カモティ、これも使おうかな、思ったんだけど。ビッグ・サンチェス、ペッパーソン。マラ・メロ・レイサー。これはあれ、ペアやね。フェラリのペア。ペアスキン。ビースボーイ。リボン・レイブン。ネイマール・ジュニア。これもな、使うことなく、まあ、コレクションになったね。コレクションには実は。結局、いろいろ買ってるけど、どれだけ使ってるんやろうと、10% も使ってんちゃうかな。
と思うんやけど、ここら辺ストリートファイターなんか出たら絶対欲しいなと思って買ったけど、まあこれも見る、鑑賞用。ただ鑑賞なんかしたことないけどね。まあでも、まあフォートナイトが続いてくれるんやったら、まあこういう無駄な買い物もしていいのかな。セノモフ。ここらも、いや、キャラクター、人じゃないキャラクターを使える。しかもエイリアンだっていう。熱いよね。バトルバスやったかな。バトルパスか。はい。で、ダリー・ディクソンの、これは、あれよ。ヘイ、ダレウ、ダレウって言う。ザ・ウォーキング・デッドね。よければ。面白いドラマ。ゾンビものっちゅうのかな。むちゃくちゃ面白いんで見てください。マンケーキは出てこんけど、間に挟まれてるけど。メイン。リース・レクサ。これ可愛いよね。最初出てきて、バトルパスで出てきた時、ちょっと衝撃やったね。こういうタッチのキャラクターも出せるんやって。使えるんや。ここら辺は、これも、たまに、言わずもがな。100人いたら、じゃあ100人いたらじゃない、100人見たら、100人見たら100人が言うよね。ここら辺は、で、これマイティーボルト。これはマイティーボルト、いろんなパターン、スタイル編集とかもあるんで、これがいいかな。で、また、個人的なおすすめのね、スタイル、マイティーボルト。それだけで、1本、1時間ぐらい説明したいな。ここら辺もいいかな。この3種のやつ、コラプテッド将軍、コラプテッドインサイト、コラプテッドアラクネ、これがさ、この白っぽいのが割といいかなと思って、一時期。これインサイトか。これを固定にしようかなと思ったこともあった。そういえば、これは、ゴーストバスターズセット間違えて買ってしまった。一つ、これやったかな。これかな。違う、ここら辺かな。一つ買おうと思ったらセットで、気づいたら3000円ビバックスぐらいなくなってたね。これ何やろ？どうやって買ったんやろ？ルーザーフリー。もらったんかな？こんな感じになってますね。アスレンジャー刺し。これ何やろ？ランザワールセット。これスノーボードかな？選手かな？違うか。選手。関西弁。ギアスペシャリスト前。これも、いいかなと思った。自分でレベル上げて、なんか好きな組み合わせを作っていくみたいな。確か先、気がする。マイダス。バナナ。チョコウサってこれ買ったけど絶対使ってない。もう数ある使ってない中で、最も使ってないって言ってもちょっともう意味わかんない。過言ではないんじゃなかった。きっとまあ、待て。これ頭狙いやすそうやな。ダメージ。頭にヘッドショット出しやすそうな。光ってる、動く光る物体に光るとこ打ったらいいの。ヘッドショット出るよね。アイリス。これは一応買ってみたいな。あ、みんな、結構使ってきてる。ウルフ。これモフモフのとこがピンクになれば、これドフラミンゴに近づけるかなと思ったけど、まあ全然近づけんか。ガフ。鳥やね。ハーレークイーン。カイロロン。銀河帝国。ストームトルーパー。ディバウバー。これも気に入る。ここら辺はゼロ。これもなんかな、生かすなぁと思ったけど。デッドアイと同じ系統っていうか、俺がまあ、生かすなって思う系統大体こう想像つくよね。この二つ見て。ああ、そういう系のやつ。カオス星人とか、カトリーナ。これは謎。グリーンフェード。これは可愛いな。ビッグマウス。これも一時期使ってたね。一台目の固定スピンが、何やったかな。カエルのやつ。で、二台目がビッグマウス。で、三台目が今のマイティーボルト。ブラックナイト、天狗に見えるけど、違うか。ヘムロック。クリフトクロスター。これは、これ一瞬ね、一瞬使ってた。ブシュンジャー。これは草。ほら、このゾンビとかも、わりかし、使いたいなぁと思って買ったけど、マイティーボルトも忘れたよ。サイコバンディット。これは、ボーダーランズとか、いいのかな？モクス、モクス、マニック、ジョンウィック。
ジョンウィックなんか出た時にみんな湧いたけどね、ただ、今使ってる人はちょっとあんまりバスも出るし、もうこれちょっと俺に似てるっちゃって、クリプティック、これも俺に似てる。好き。ロボットか。ブレイクポイント、シグレーションスノーパー、どうでしょう、俺が作るような男前。ここら辺は、メズマ。マイティボルトが一時期スキンの色の具合で使えなくなるんで、緑使えなくなるって時にメズマにしようかなと思ったけど、ちょっと違う。オーラ、一応買いました。マッシュメロ、これも一応買った。アーク、グリマー、カスター。これは、これにストームキングツラッシュをつけて、紫で、なかなか活かすな雰囲気、気味で持ってる。これもし可能性あるとすると、次のレスキューね。モスマン。これも、なかなかいいね。生かすね。恐怖の校舎。フラッグジャッキー。これなんか使ってる人、女の人多いらしい。よくわからんけど。ラッカス。これはもう、生かしすぎやろ。パッチパトローラー。これも、これ好き。割と。ガブリシニア。生成、いいね。いいね。あ、そう、モイスティーマン。これが俺の一代目固定好き。まあ、そんな感じで、トン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 と、D コインスパート。これは買っといた方がいいよ。再販されたように言われたんで。こんな感じかな。で、合計だから238スキンかな。はい。そんな感じでお疲れ様でした。他の、ツルハシとか、グライダーとか、また、時間の時に、リモートとかね、じゃあ、お疲れした。